銀世界なんか風情があっていいですね。てか雪原じゃないんだね。あ、やっていきましょう。80分の0。どうなんかな、もう3月半ばだけど寒かったら雪降るとことかまだあんのかね。なんだろう、このコースも雪とか再現してるのかね。おお、なんかすげえ。あ、水上がってきた。とりあえずハンマー取る。いや、おっせえ。どうする？とりあえず箱出して泳ぐか。ゴールはそこ。おお、時間がない。まだよくわからんな。とりあえず一回水上がってくる前に行ってみる。こんな感じなんか。いや、おお、いや、ちょっと待って。いや。これは無理だ。おお、収まった。いや、これは、あれだな、無理だな、普通に行くのは。ということは、もう水ありきだね。これ、チビのままこう行ってさ、こっから行ったらどうなんの？おお、いや、やっぱ無理か。もうすぐ巻き上げられるわ。なるほどね。まあ、ここでどうするかってことね。まあ、素直にハンマーは取らせてもらって、まあ、でも、これ、なんとなく予想はつくんだけどな。これ、おーおーおー、これ立ったらダメだな。おーおーおー、なんか、え、すげえ、止まる。上がんない。あ、おーおー、すげえ、おー、これなんか使うの？いや、でもなんかこれじゃない気がするんだよ。なんかうちの中でもう一個決めてんだけどさ。これとりあえず箱をさ、持ってってなんかすんじゃねえ的な。あ、いや、ダメか。箱持ってても巻き上げられんの。まあ、でも箱は使うと思う。とりあえず巻き込まれないように先に向こう行くか。で、向こうで箱出そう。これしゃがんで歩けるっていうのはね、3D のいいところ。お、わあ、いいね。こういうことか。おお、ちょっと待って。調子乗って上がりすぎたよ。まあ、でもこういうことだ。おお、いけるわ。なるほどね。はい、じゃあここも慎重にしゃがんで行きましょう。で、ここで箱出して、ゆっくりでいい。巻き込まれないように。ちょ、いった。あ、よかった。ありがとうございます。ああ、なるほどね。まあ、これ面白い。発想面白いよ。いいね。はい。一番乗りありがとうございます。まあ、3D でね、水中でもしゃがんで移動ができるっていうのとね、その箱が水に浮くっていう特性を生かしてね、いや、これちょっと面白かった。いいコースです。まあ、銀世界ではなかったけど。はい、いいねと。で、ちょっと気になんだけどさ、ハンマーで止まるやつ一回試していい？ちょっとこれでゴールできんのかちょっと試してみたいんだけど。おちょ、空振る。いや、これ水中で出すのむずいな。ちょ、あ、いや、進まんな。オッケー。いや、まあこれちょっといけるかどうかわからんけどね。まあ向こう行ってからちょっとやるか。そこまで行っといて、ただもうここまで来たら箱出すのと一緒だけどね。こんな感じで、ちょ。いや、これ一回通り過ぎたら無理だ。まあ、正直もうこれやんなくてもいいのはいいんだけどね。いや、ちょっと試してみたいのよ。なんか、いや。なんか使えそうじゃん。ここから。よいしょ。いや、ちょっと早かった。あ、うわ、これもう無理だな。いや、多分無理か。もうやめよう。はい。これから動画化予定のコースにはこうやってね、コースにコメントを残させていただこうと思います。もしかしたらね、制作者さんも見てくれるかもしれないし、やっぱね、コース動画化されるって嬉しいじゃない。